ます。ナポリ対サッソーロ見ていきます。サッソーロ対ナポリか。ダゾーンで見てます。8分54秒かな、ダゾーンのシークバーで。多分スタメンはこれで合ってるはず。ちょっともうちょっとで弁当食い終わるんで待っててください。今アンセムが流れてます。10分20秒です。なんかこの審判と選手のほっぺのところに赤いペイントがされてるのは、なんか毎年この時期にやってるやつなのかな。あの女性への暴力をなくしましょうとかっていう、そういう運動の一環で毎年やってるらしい。このスタンディングアロングサイドオールウーマーアゲンストバイオレンスっていうのがそうみたいです。なんだこのキックオフの陣形は。めっちゃ面白いじゃんこれ。ナポリもうさ、これチャンピオンズリーグでもこれやってね、マジで。ナポリ頼むよ、ほんと絶対話題性になるでしょ。絶対セリエがレベル低い低いって思ってる人とかが多いので、ナポリには本当に頑張ってほしいなと思う今季は。さあ試合始まりました。今18秒、今20秒になりました。スポティービーナウとかでも見てる人いるのかな、わかんないけど。
そう、スポティビーナウでセリアやるようになったらしいね。で、アベマでブンデスリーガもやるようになったし、もうついていけないよね。正直。結局、重複してそのリーグを放送してる、配信してるっていうのも、なんか意味ないと思うからやめてほしいんだよな、正直。そっか、デゼルビがいなくなってこの人が監督なのか今。あ、でこの試合もう結果分かって俺は見てます。ギオニージっていうんだこの監督。うん、マキシム・ロペスのパスはミスになる。まあ、1分50秒です。今日はポリターノスタメンなんだよね。多分前サッソーロにいたからっていう、そういうのもあるだろうね。でもサッソーロはベラルディがベンチ入り、ベンチっていうのはちょっと驚きだな。あんまりスタメンスタートってないのかな今季ベラルディ。前なんか5点ぐらい取って勝ったミラン戦を俺は確か見てたはずなんだけど、あの時ベラルディいた気がするんだよな。いなかったっけ。なんか電車の中で見てたから覚えてないんだよなあんまり。そう、電車の中でちょっと初めて行く駅とかだったから、場所が朝早くさ、通勤ラッシュの時間分かんなくてさ、電車乗ったらさ、女性専用車両だった。そこで何にも最初気づかずに普通にサッカー見せた。ミランの試合見せたわ。で、後から気づいた。うん、クバラツヘリアいいね。そう、このフランスじゃねえや、サッソーロの、まあ一応フランス人だっけ、ロリエンテなんかラウリエンテなんかよく分かんないな。ラウリエンテだと思ってたけど、ロリエンテってなんか言ってた実況の人がいた気がするので、ちょっとロリエンテにしました。この45番ね。ちょ、色変えようか。色、あれ色どうやって変えんだっけ。選手色、ホーム、ライム、グリーンかな、サッソーロだったら。うん、これでいいね。これで綺麗になった。水色と緑。やっと飯食うかったぜ。さあ見ようか。今5分18秒になったところかな。ラフマニがボール持ってるところです。あと、ちょっとビタミン剤飲んどこう。
ミスサポリターノ、ポリちゃん。ポリちゃん。右足クロスはキーパーの腕の中へ。今シーズンもなかなかいいキーパーだからね。いつかだか3シーズンか4シーズンくらい前、なんかすごいなんか、えっていうオウンゴールをした記憶があるけど、それ以外は特に。お、サスコロのゾルテアっていうやつさ、アタランタにいた選手じゃなかったっけ。うん、ラフマニフィードはつながらず。さあ、マキシム・ロペス。このマキシム・ロペスも確かマルセイユにいた選手で、酒井宏樹とかと一緒にやってたよね。で、一時はバルセロナとかに行くんじゃないかとか、行くんじゃないかっていうか、バルセロナがちょっと欲しいとかって言ってるみたいな飛ばし記事だったのか知らんけど、まあそういう噂も出てたぐらいの選手なんだよね、マキシム・ロペスね。27番。エルリッチとルアンはね、このセンターバック2人あんまよく知らないですよね、俺正直。7分55秒です。今またラフマニがボールをちょっと追いかけてバックパスしたところです。メレとピンクか、今日ユニフォームは。キム・ミンジが左。キム・ミンジは右も左も両方できてるからいいね。両足もある程度蹴れるんだろうね、吉田麻也みたいに。さあ、ディロレンツォ。なんかセリアフリークスで、なんか、ね。まあ、前節であったのか知らないけど、ナポリ対クレモネーゼの試合で言ってたのかな。細江さんが、ディロレンツォが、英語実況の、現地実況の人が、ディロレンツォ、なんかブレインナンバーテンみたいなことを言ってたとかって言ってて、まあ、10番みたいな動きをしてる、頭の中が10番だみたいな風にディロレンツォを形容してたらしくて、っていうのを言ってたよって細江さんが言ってたので、まあ、確かに俺もディロレンツォが結構攻撃の、なんだろうな、司令塔というか、鍵になってるなっていうのは思ってたので、なるほどなと思ったな。だから本当、青足を見てサイドバックの、ね、今、ちょっと前まではボランチがゲームメイクするみたいなのが当たり前だったけど、今、それにサイドバックも加担するようになってるっていうところで、まあ、ディロレンツォの動きを今そういうので知りたいよって人はディロレンツォ見てればいいんじゃないかなとか思ったりもします。ポリターノ、さあ、おしめ。ミラ、クロスは、ルアンに当たる。今のフラッテージか？パスしたの。そう、フラッテージがさ、この16番、サスオルの。まあ、イタリア代表も呼ばれてるみたいなんだけど、まあ、プレミア方面からも結構オファーがあるとかないとかで。で、実際俺のゲームの話かの話だけど、FIFA23 のキャリアモードではサウサンプトンに移籍してます。で、総合値が OVR っていうのは総合値86くらいに育ってて、めちゃくちゃ強いってなってる。今、フラッテージ。この16番ね。左のインサイドバックに入ってるのかな？
いや、マテウス・エンリケが今右に、左にいるな。ここ入れ替わったのか。フラッテージが。フラッテージ右に行ってるね、今ね。ナポリはこれで合ってるのかな。デロレンツがやっぱ偽サイドバック的な感じでこうやって中に動いたりとかするから。ちょっとこのインサイド気味にしとこうか。の、これ誰だ？マリオ・ルイか。いや、キム・ミンジが今の。キム・ミンジがあんなドリブルで運ぶの初めて見たかもしれない。クリバリとかが昔よくやってたけど、キム・ミンジがああいう感じにガーって持ち上がるのあんま見たことない気がするんだよな。まあ、俺が単純にね、見逃してるだけの可能性があるんだけどさ。ここ最近はナポリの試合全部見てるんだよな、俺。なんだかね、クレモネーゼ戦もなんとか見たし、あんま覚えてないけどね、クソ眠かったから。さあ、オリベラ。そう、今日はオリベラなんだよね、サイドバックがね。まあ、だからフランクフルト戦に向けてマリオ・ルイを休めたかったっていうことだけど、クパラツ、ヘリアが打ってくる。いやー、クバラツヘリア、マジか、また決めんのかよ。何点目よ。まあ、エルリッチの対応がどうかっていう話にもなるかもしれないけどさ、今のは。まあでも、なかなかいつ打つか分かんないんだろうね。これで10ゴール目だってよ、クバラツヘリア。いやでもうまいね。また開くの待ってんじゃないかな、これ。いや、この運び、足の運び方よ。うまいね。これだけうまくてさ、早く機敏に動けたらサッカー楽しいだろうな、本当に。クバラどうなっていったね。クバラナッチョ、クバラナッチョが元ネタがなんかわかんないけど、クバラドーナはマラドーナにかけていってんだよね。まあ、実況の人、おっとロリエンテ来た。このロリエンテもね、注目なんですよ。ポスト、いやーロリエンテも今見せたような、クバラツヘリアが左であいつばっか目立ってんじゃねえこの野郎っていうバリに感じでいきなり突破してきたよね今ね。さあ、ゾルティアのクロス。やべ、なんか、ふりかけが落ちてた。やべ。ちょっと後で掃除しねえと。あ、すいません。いや、ロリエンテ今良かったなこれ。ロリエンテも多分まだ若い選手だったと思うから、この選手も引き抜かれる可能性高いと思うんだよね。イタリアの上位クラブも全然狙ってるんじゃないかなと思ってるし、意外とラリーガとかにも行きそうな感じの雰囲気あるんだよな、ロリエンテ。この45番。今、エンリケがアンカーに入って、マキシム・ロペスはちょっと、前目に行ってるね、左のインサイド。ここ入れ替わるんだね、結構。この3人のミッドフィルダーはほぼローテーションだね。くるくる入れ替わる感じ。エルマスか、今のうまかったね。さあ、クバラ。
おう。いや、これゾルテは今日大変だね。グバラツヘリアとマッチアップするのかわいそうだよ、ちょっと。あと、バイラミがエンポリから来たんだっけ？アルバニアの割と、まだ20代前半くらいのアタッカーだったと思うけど、エンポリで10番だったんだっけ？バイラミ。ちょっとあんま覚えてなかったけど。まあ、あのバイラミと、まあ、正直デフレルが果たしてワントップセンターのところができる選手なのかがちょっとよくわからないから、ローマとかにいた時もサイドの選手だったと思ってたからね、俺。さあ今17分の30秒になるところです。オリベラがスローイン入れるところですね。オリベラはウルグアイだったっけ？日本代表とじゃあ戦うかもしれないね。そう、今朝ね、なんだっけ、レアル・マドリーとオサスナの録画を見た。これコーナーか。レアルマドリーオサスナ見ててさ、マドリーのなんか後半のなんだ80分ぐらいに出てきたアルバロ・ロドリゲスだっけ、あの若いウルグアイ人の18歳の方だとなかなかいいなと思って見てましたね。アシスト、まあ、実質2回したんだけど、1個はオーサイドでゴール取り消しになっちゃって、なかなか顔の雰囲気もレアルに合う感じのレアル顔っていうの、あんな感じだし、ちょっと期待だなって思った。ウルグアイもまあリバプールのダルイン・ニュネスがなかなか決定機決められないのが気になるけど、まあ、タレントは結構出てきてるよね。今防いだの誰だった？ちょっとタブレットで20秒遅れの映像を見てるけど、エルマスが防いでた今。あ、エルマスか。エルマスがよく戻ったね今のね。ユベントス戦でも結構エルマスの守備のねところっての結構助かってたんだよね。確かポリターノが右でスタメンで出てて、後半からエルマスがこの右サイドでここまで下がってなんか守備したりとか結構してたし、エルマスの守備力っていうところもね、まあインサイドハーフ出始めの頃は左のウイングのイメージがすごい強かったんだけど、まあクバラツヘリアが出てきて出場機会がちょっと少なくなってきたけど、デフレルが打ってくる。まあインサイドハーフのね新境地も開拓して、でそこで守備力ももうなんか身について、ウイングで出た時にはちゃんと守備にも貢献しっかりできるっていう選手になったので、まあ、イルマスは持ち味だったドリブル突破に加えてそういうところも身につけたので、まあ、非常にいい選手なんじゃないかなと思います。っていう話をなんか3回ぐらいしてる気がするからもう言わないとこか。さあ、マキシム・ロペス、ロリエンテ、
喜ぶとか。あ、昼飯食いすぎた。昼飯食いすぎて、ちょっと眠くなってる。眠くなってるからこそいっぱい喋るぞ、俺は。さあ、マキシム・ロペス。この7番のマウテウス・エンリケ。ああ、クバラが戻ってきた。まあ、CL のフランクフルト戦をどれだけ意識して、今出てる主力選手をどのタイミングで休ませるか、交代させるか、で、リードもどこで広げるかとか、その交代っていうところもある意味この試合は注目かなっていうふうに思うね。誰を休ませるかっていうところ。個人的にロボとかは、一回60分か70分くらいで変えてもいいかなと思うんだけどね。フランクフルト戦でも見たいし。てか見たいっていうか、多分いないと結構まずいことになると思うので、ロボとかいないと。ザンボアンギサも欲しいかな、フランクフルト戦な。結構フランクフルトもフィジカル的にたくましい選手が結構多いので。うん、サッソーロも順位はあんま振るわないみたいだけど、ミランに4点が5点取って勝った試合見る限りはね、全然ヨーロッパリーグ圏内狙えるぐらいの実力があるなって思っちゃったよね、俺は。あの1試合見ただけだけど、最近は。てかこれにまだベラルディいるんだからな。ちょっと正直バイラミが何やってんのか分かんないわ、この試合は。何やってんのバイラミ君は。ボール触ったバイラミ。うん、さあクバラからエルマス。うん、ここはエルリッチナイスだね。これバイラミか。いや、フラテージうまかったね、今今年。まあ、多分サスオロも理想を言えばナポリみたいなサッカーをやりたいと思ってるチームではあると思うんだよね。4-3-3だし。こうあのイタリアのレッチェも4-3-3使ってるんだけど、レッチェはなんかどちらかというとハイプレス意識してるのかなっていう感じなんでね、ポゼッションよりも。まあ、そこの融合を目指してるんだろうけど、サッソーロも。なんかサッソーロの方がどちらかというとナポリに近い形を目指してはいるのかなとか思ったりもするし。まあ正直。まあディフェンダーの最終ラインのクオリティの違いが一番大きい気がするんだよな、ナポリとサッソーロの違いといったら。マキシム・ロペスとフラッテージ自体は全然、あのマテウス・エンリケはちょっと俺よく知らないからあれなんだけど、フラッテージ、マキシム・ロペスは全然ナポリでもやれるレベルのプレイヤーだと思うんだけどね、多分スタメン取れるかは知らんけど。いや、多分フラッテージとね、ラウリエンテあたりは多分引き抜かれると思う。今年の夏ぐらいに。あっと、これマクシム・ロペスか、今カットしたの。さあ、ロリエンテ。ラウリエンテなのか、ロリエンテなのかよくわかんない。
あれ、エルマスか、守備フォロー行ったの。の、さあ、押し面。押し面。押し面。押し面が行く、ボースト。いや、惜しかったね、惜しめんね。こうやって抜けてって、一人でウホウホドリブルで持ってって、シュートまでいけるんだから、やっぱ惜しめんはすごいよ。確かにこれをね、多分ね、シメオネは多分このクオリティで多分できないと思うんだよね。クオリティっていう言い方もちょっと違う気がするけど。まあ、推しメンはやっぱこれができるから、やっぱスタメンになってる。で、控えフォワードはシメオネいるけど、まあ、ラスパドリもここのポジションできるけど、まあ、やっぱオシムヘンをここに入れた方が脅威になるなっていうのは、やっぱ今の見てもわかるよね。まあ、シメオネも出た試合は割と結果出してるんだけどね、確か。チャンピオンズリーグでも確か点取ってたと思うし。リバプール相手かなんかに。リバプール相手じゃなかったかも。そうね、もうワールドカップ前のぐらいの記憶だからもう曖昧すぎるわ、正直。そう、割とナポリのあのシールのやつ、リバプール TV っていうのダゾーンの番組が、リバプール TV をやってくれてるから、あれでなんか、CL とかプレミアリーグの試合を切り抜きでフルマッチで出してくれる時っていうか、4日後ぐらい、試合終わって4日後ぐらいのタイミングで出してくれるのかな、あれ。あれで結構リバプールの試合はちょこちょこ見たりする、俺は。前のマージーサイドダービー、リバプールエバートもあれで見たし、リバプール対ニューカッスル早く見たいんだけど、まだ上がらないんだよね。だからその間に、レアル・マドリー対リバプールっていうチールの試合があるから、あ、そうか、ナポリ・フランクフルトの裏でその試合やってんのか。でも俺、ナポリ・フランクフルト生で見ようかな、そしたら。大半の人がリバプール・レアルを見るのが、ね、ナポリ・フランクフルトっていうカードを見た方が2ぶれるよね、多分ね。多分ね、ナポリ・フランクフルトも多分面白い試合になると思うよ、俺は。紙面はいつもあんな感じの髪の毛の色とか髪型だけど、どのくらいの頻度であれ金髪にブリーチしてんのかな、気になるんだよな。いつもちょっと根元が黒くて、毛先がフライドポテトみたいになってる。美味しそうだなーって思う。
ザンボはどこに出したかったの、今のは。おお。ロリエンテ。やっぱうまいよ、ロリエンテは。ゴープレス行くね、サソーロね。だセリアがね、結構だから、面白くなったなってところ、やっぱあそこでみんな、中堅クラブとか下位クラブが、しっかりプレッシャー行こうとするんだよね。昨日のアタランタ対レッジも見ても思ったけど、レッジが結構プレスかけてくんだよね、アタランタに。で、結局、アタランタまたレッジに負けたし、11月の試合もレッジに負けてんだよね、アタランタは。レッチェぐらいのクラブがなかなかああいうところに勝つっていうのはね、やっぱ面白いよね。で、あとクレモネーゼ。まあ、直近のリーグ戦でナポリに負けてたけど、コッパイタリアではナポリに勝ってるし、ローマにも勝って、ベスト4行ってんだよね、確かコッパイタリア。打ってくるー！すげえ。オシメンすごすぎだろ、今の。もう笑ってんじゃん、この控えキーパー。赤ちゃん泣いてるぞ。ナポリサポの親の赤ちゃん泣いてるぞ。ナポリの控えキーパーって誰だっけ、あれ。ゴリーニか。ゴリーニってでもあんな顔じゃなかった気がするんだけど。マルフェッラってキーパーかな。マルフェッラってやつがキーパーかわかんないけど。てかラフマニのパスうめえわ。ラフマニなんだ今のパス。44番のルアンがもう、のけぞってたもんね。オシメンのフィジカルの強さに、うわって。で、エルリッチが必死についてるけど、全然それぐらいだったら足振り抜けますよっていう感じで、腰ひねってね。いや、オシメンは強いわ。ぜひともチャンピオンズリーグで暴れていただきたい。オシムヘンってボルフスブルクにいなかったっけ？ボルクスはなんで出しちゃったんだろうね、こんな才能を。さあ、ロリエンテ。打ってくるけど、まあでもなんでだろうね。ゴール決まった後、ロリエンテに決定機がこうやって出てくるっていうのがね、なんか面白いよね。正直これもまあ入ってもまあおかしくはなかったぐらいのシーンだし、特にね、1点目入った直後のあのシーンとかは、もう、ポストだからもうほぼ1点って言ってもいいぐらいだったし。だから変な話、これでローリエンテが全部決めてるのは2対2ぐらいになってんだよね、この試合もね。別にナポリが油断してるわけでもないけど、だろうけど。なんかね、ゴール決まった後って、なんかサッカーゲームでもそうなんだけど、たまにすぐにゴール決められた側のチームがチャンスになったりとかあるよね。結構ね。それなんでなんだろうな。
true that Sassuolo took the points, but you know, Napoli is doing very well. Seems that it's so easy for them. ポリタンのイボがあったの今ね。マキシム・ロペスはああいうところでやっぱロストしてほしくないんだよね。うわ、ディロレンツォ、左足であんなサイドチェンジできるんだ。おお、もう一回またこれピンチだね、サソールは。いや、見ました今の。アウトサイドであのクロスですよ。いやー、これレベル高いよ、ナポリは。まあでもルアンもここよくついてったね。俺がサッソーロとナポリの違い、多分最終ラインのクオリティだみたいな話をしたから、多分ね、俺がこういうことを若干ディスったことを言うと活躍するから、多分この試合ここからサッソーロのディフェンダー陣輝き出すんだよね、きっと。絶対そうなんだよ。俺は誰かを褒めるとその選手がダメになるし、誰かを、クバラセリア、さあ、エルマス、おう、今週キャッチ、37分になりました。誰かを褒めると、その選手がなんかボールをロストしたりとか、シュートを外したりするんだけど、逆に誰かをね、ちょっと、まあディスってるわけじゃないけど、まあちょっと今のどうなのとか、調子悪いね、みたいな話をすると、急に活躍しだすんだよね。要は見る目があんまないってことなのよ。ザンバンギサのファール、あ、ジョージア国旗を掲げてるね、なんかナポリサポのお姉さんとしときましょう。ね、ジョージアのお姉さんです。37分39秒ぐらいに映ってたこの人たち。キム・ミンジェ。まあ、やっぱゾルテアとロジェリオが深い位置まで行ってクロス上げるとかっていうシーンはないから、まあ基本的にナポリがずっとナポリペースで行く感じで、そんな中ロリエンテの左サイドがやっぱ単発で単独で行けるっていうのが、まあ唯一の救いというかね、ナポリのか、ナポリじゃねえ、サッソーロの形ではあるよね。逆にバイラミがそれがないから、バイラミはやっぱりそこまでやっぱウィンガーで一人でおとか言ったらロジェリオクロス上げたじゃん。そうか、左は結構上げてんのか。ゾルテアがどちらかというと下がり気味なのかな。あ、でもゾルテア今行ったね、上がってるね、ただ使われてないだけで。なんで俺が急にサイドバックの上がりを指摘したらサイドバック上がってくるんだよ。てか押し込むようになるんだよ、サッソーロは。まあ前半も何回かはあったか、こういうシーンも。でもあんまり多くはないからね、全然。おお。フランクフルト、今月あんまりフランクフルト見てないから分かんないんだけど、多分3バックで来るよね、フランクフルトって。4バック、うわ、打ってくるー、ロリエンテか。オリベラのところを突かれたの？フラッテージうまかったね。アブソリュートリブリリアントだよ、ほんと。
in a perfect position. But anyway, a good goal for the score, and now we have a match. Game on in Reggio Emilia. Spalletti asking his players to stay switched on and focus. But Armand Lorient having a brilliant offside か誰だ、キム・ミンジェについて、オリベラかな、デフレルのポジションが、オリベラの守備に、プレーに影響を与えた可能性がある気がします。可能性があるとしたら。まあ、ポジティブルオフサイドだから、まあ、多分そうだろうね。それしか考えられないわ。まあ、それか、デフレルのプレーがファールになるかだ、どうかだな。うん、多分この英語で言ってる解説の人も多分そう言ってるだろうね。多分オリベラのプレーに影響を与えてんだよね、オフサイドポジションにいながら、デフレルが。だからこれでオフサイドっていう判定になるんじゃない多分。うんだよね。え、ゴール？あ、オフサイドか。うん、まあでもね、これも VAR がなければ1点だったっていう感じの影響もあるし。まあオフサイドポジションでスクリーンをかけてしまったってことだよね、要はね。まあでもこの間のプレミアリーグでなんかブライトンの試合とアーセナル対ブレントフォードの試合でなんかね VR のが入ってるにもかかわらず誤審があったっていうので話題になってたね。オフサイドの線を引き間違えたとか、あとはオフサイドだったのにオフサイドじゃなくてゴールを認めてしまったとか、ブレントフォードだったかなあれ。ロリエンテのファール。イライラしてきたな、ロリエンテ。ああ、次出れないって。うん、まあ、ポストにも当てたし、やっと決めたと思ったら、オフサイドだったからね。まあ、カリカリすんのもわかるわ。で、まあ、ディロレンツォもうまいからね。この野郎っつって、ディロレンツォちょっとぶっ飛ばしたくなったかもしれない。さあ、ロボとか、ロボとか、さあ、クバラ。クバラが打ってくるけど、クロスだったかな、今のは。だエルマスがうまいよよ。エルマス、デビュー当時はもうちょっと髪の毛長くて可愛かったんだけどね。最近割と短くしてるわ。まあ大人になってくるとね、髪短くしてくるよね、みんな。サッカー選手も、社会人も、日本人もそうだろうけど。メッシもね、昔は髪長かった、可愛かったもんね。ただ、モドリッチとかはずっとあの髪型だよね、長い感じで。ラキティッチも髪長かったけど、ラキティッチはなんかだんだんハゲてきたから、単発に最後なってたけど。それラキティッチって今どこにいるんだ？セビージャにいるんだっけ、まだ。セビージャ全然見てねえからわかんねえな。キム・ミンジェのクリア。さあ45分。アディショナル追加は2分かな。エルリッチのパスつながらず、ちょっと厳しくなったね、サッソーロはね。
あの1点決まってればね、だいぶ後半に向けてどうするかっていうところができたけど、まあ、2点差はまだ全然分からんけど、ナポリ相手ってこと考えると、やっぱ1点欲しかったよね、前半のうちにね。さあ、クバラ、ちょっと出して、残望、ポリちゃん。ディロレン。ちょっと今日ここまでディロレンツは、なかなかそこまで自由にさせてもらえないね。まあ今日の試合は普通に、まあサイドバックとして動いてるっていう感じの印象かな、ディロレンツは。まあ後半また微妙に変化つけてくるかもしれないけど、うまい具合にちょっと停滞しかけるかな、ナポリの攻撃がっていう時に、ディロレンツがね、ちょっと違った動きをして、活性化をさせてくれるんだよね、ナポリの攻撃を。エルマスが蹴るんだ。どうなの？普通にポリターノ蹴るのかな、これ。エルマスが蹴るのかな、この合図は。おお。推し面高いね。さあ、コンシーリーがラオリエンって。さあ、しっかりここロボとかが戻ってるね。ロリエンって悔しいね。さあ、前半終わりました。0-2で、ナポリのリードで折り返しというところで、俺はちょっと一回トイレに行っときます。じゃあちょっと待っててください。3分、4分ぐらいで持ってきます。
いや、お待たせしました。じゃあどうしようか。で、1時間10分くらい。違う。飼育場飛ばしますね。とりあえず1時間15分、8秒くらい。タブレットとかの人は75分くらいに合わせてくれるといいんじゃないかなと思います。で、俺はこのフォーメーションを入れ替えなきゃいけないので、その作業をやっときます。今のうちに。押し面メレトロボとか、押し面ラフマニ、キム・ミンジェ、ディロレンツォ、オリベラ、ポリターノ、エルマス、ザンボ・アンギサー、クバラ・ツェリア、コンシーリ、デサスオールのメンツ。L 値右だったっけ？フラッテージ、マーテウス・エンリケ、この3人の中盤はちょっとよくわかんなかったな、正直。ゾルテア・ロジェリオ・ルガンが OK、完成。早い、今日早い。なんか洋楽が流れてるから、ちょっとここでまた YouTube の規定に引っかかりそうな気がして、いや、ちょっと嫌な予感がするけど、ちょっと音下げとくか。ちょっと飛ばそうかな。すいません、1時間18分ぐらいに飛ばしました。78分ぐらいまで飛ばしてください。今、選手たちが今、ちょうど廊下っていうのかな。選手がまたピッチに戻ってくるあたりのとこかな。もう実況が来た。1時間18分と35秒です、今。交代はないのかな。クバラツヘリアは、俺、なんとなくプレミアリーグ来そうだなって思います。いやでもどうだろう、意外にラリーガかな。ラリーガっぽいな。あの、確かバレンシアにママルダシビリっていう確かジョージア人のゴールキーパーがいるんですよね。で、まあでもバレンシアには行かないだろうけど、でもなんかジョージアの選手は、どうだろう、プレミア行くかな。なんかラリーガな気がし、匂いもしてきたな、クバラツェリア。まあ正直ぶっちゃけずっとナポリにいてほしいけどね。ナポリ優勝しねえかな。CL で。一回セリエ A のクラブがやっぱりプレ CL 優勝するべきだって、絶対に。マテウス・エンリケがやっぱ左に行ってるな、今は。前半の途中は右だったけどね、マテウス・エンリケね。マテウス・エンリケっていうやつがちょっとよくわからないけど、ちょっとマテウス・エンリケをちょっとよく見ようか、後半は。マキシム・ロペスがうまいのと、フラッテージがアキドルがってうまいっていうのはもう分かってるから。おー、スルーパスだけど、オリベラカット。今45分の50秒です。あの、左上の時計の話ね。飼育バーの時間でも話をしてません、今は。飼育バーの話をすると、今1時間20分31秒です。試合時間は46分。サクバラセリア、押し面。今、デフレルは、なんであのバックパスで避けたところだったの？あの選択をしたんだろうな、デフレルな。正直、前半デフレルが何をやってたかよくわかんなかったな。あ、別にデフレルが触ったわけじゃないのか。あれ、キム・ミンジが触ったのか、今の。
to Oliveira to close up and to Kvaratskhelia to come to receive that ball. You know, they change their position. Oliveira, Kvara. どうしたクバラ。え、クバラツェリアなんか怪我したの？おいおいおい、CL 前だぞ。大丈夫だよね。今更だけど、俺はトッテナムのサポーターっていうファンっていうのは、割と俺のチャンネルを昔から見てくれてる人はなんとなく知ってるだろうけど、トッテナムに関しては CL 前にロリスと、ロメロも怪我したんだっけ。あとベンタンクールの怪我が相当痛いっていうのがあって、ミランに負けたよね。だけどナポリってそこまで怪我人いないんだよね。打ってくる、うん、CB センターバック、ラフマニが確か9月か10月ぐらいに怪我したんだけど、まあ、ジュアン・ジェズスがうまくカバーしてくれたのもあったし、うまく、うわ、ラフマニ、ボール蹴るなぁ。おう。うまい。クバラ。クバラのクロス、いや、いいクロスだけど、打っていいよ、ディロレンゾ。おお、いや、押し面が防いじゃったかな、今。いやー、面白いね。ジエリンスキーも控えてますと。だからジエリンスキーがいい選手なんだけど、ザンボもロボドーガもエルマズも前からさ、ジエリンスキーがちょっと地味な選手に持ちちゃうんだよね。ナポリのこの集団の中に入ると。いやー、ロボとか今のところだよね、今のカットよね。いや、ロボとかいいな、やっぱ。ロボとかちょっと60分か70分でもう休ませた方がいいな。フランクフルト戦でこれを見たいわ。だからフランクフルトもね、いや、ちょっと最近のフランクフルト俺見てないから、ちょっとこれ終わったらちょっとフランクフルト見なきゃな、そしたら。多分今月一回もフランクフルト見てないんだよね、多分。2月になってから。ダルムシュタットとか、ポカールで鎌田がゴール決めたあの試合もまだ見てないし。だから今から見ようと思っても、視聴期限がないから多分見れないんだよな、ハイライトしか。まあ、直近のブレーメン戦だったっけ、ブンデスは。ブレーメン戦見ようかな、そしたら。とりあえずラフマニがフィードうめえっていうのがよかったわ、この試合。うわ、今のもいいね、ロボとかどうラフマニ。打ってくる。おもうパス2本だもんね、これ崩したいのね。多分もうラフマニが出した段階でオシメはもうこうなるなっていうのは分かって動いてるよね。
easy for Erlich to find to follow him and try to stop him. Andrea Colombo just stops proceedings down. A quick word with Osima. Matias Enrique de Frel there too. うん。このショートコーナーか？いや、使わない。うん。ロリエンテみたいするファール。エルマス逃げろ。うん、まあイエロー出るだろうね、これはね。ロボットがうまい。ザンボ。うまい。フラテージ。ちょっと怖いね。これロペス？うわ、ロペス来た。うわ、残暴ナイスだね、今のタックル。タックルじゃない、ブロック。さあ、ポリちゃん。ポリちゃん。うん、ロジェリーのカバー打ってくる。おまあやっぱ若干サスオーロやっぱ左肩上がりの印象があるよね。ゾルティアがちょっとこんな感じで。うん。で、ナポリは今日左サイドバックオリベラなので、まあちょっとマリオ類よりかはちょっと守備的な感じの印象は受けるよね。まあクバラツェリアが一人で攻略できちゃうからね。ちょこちょここのインサイドこの辺までは上がってくるけど、ここ大外追い越してこういくっていうのはあんまない気がするね。オリベラはどの試合に限っても。いや、キムミンジ、その代わりキムミンジが上がってくるな。なんかちょっと今みたいな顔を出して、さあクバラ、ああ、エルマスに、さあもう一回あるか、クバラツェリア。
goes De Frel. They need to like for like change of where it's De Frel is not a traditional centre forward. Pinamonti certainly does. デフレルに変えてピナモンティ。待って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 。ピナモンティ何番？ごめん、正直俺がさ、ちゃんと見えてなかったからなんだけどさ、デフレルが何してたか全然わかんなかったわ、この試合。ん？ポリターノに変える。ジエリンスキー。うん、今実況も言ったけど、多分エルマスとポジション変えるだろうって言ってるね。とりあえず、こうなるかな？お、どうだ？ピナモンティはデフレルと違ってちゃんとしたセンターフォワード、ボックスストライカーと言っても過言ではなかったタイプだったと思うので、ちょっと滑走路の攻撃への展開の変化みたいなのがちょっと期待できるかもしれないね。ジェリンスキー、グラセリア、オリベラ、押し目打ってくる。ここはルアン、ナイスブロック。さあピナモンティ、うん、オリベラナイス、オリベラそば、ちょっとパスが長い。本当効果的なタイミングでこうなるんだよな、ナポリは。どちらかがデロレンツか右サイドバックか左サイドバックがうまくこう中に中に入っていく感じ、それのタイミングとかがすごい効果的なんだよな。で、ほんとここだろっていう時にちゃんとウイングの大外を駆け上がっていく、オーバーラップをしてくる。ポリターナやっぱちょっと悔しいのかな、怪我なのかな、怪我ではないと思うんだよな。頭抱えてたけど。来い。ロジェリはあそこに来たの。右足打ったの今、左サイドバックなのね。うまい。マテオ・センリキうまかったね、今のシュートフェイクね。テイクアブレスの意味があんま分かんないけど、なんかちょっとナポリとしてはちょっと一回一息ついて落ち着きたいみたいな意味だったのかな、今の解説の人は。うん。
matches. Zopogisa, Di Lorenzo, easy enough for Rua to deal with. It was a lazy clearance straight to Zopogisa. さあ62分0-2でナポリのリード。オリベラは中に入っていくけど、ディロレンツは結構上がってくる。ん、ジェリンスキー右のままこれ。エルマスとポジション変わってる。さあここのプレッシャーかわせるか、さっそろ。やっぱエルマス右だよね。ジリンスキー多分インサイドハーフ。さあピナモン。ピナモンティはなんだっけ、インテルにいたんだっけ。ベラルディ出ないのかな。ロボとか怪我しないでね、マジで。おじめんのファール。バイラミ。あ、ここ奪われないのよかったね、バイラミね。さあ、ゾルテア。ゾルテア。おお、切り返してクロスを上げて、ピナモンティ。バイラミとゾルテアどうかなと思ったけど、ちょっとここで形作ったね、なんとかね。奪われそうだったけど。まあ、それと同時にピナモンティにシュートのチャンスを与えたっていうのはかなり良かったんじゃない。おわー、プレスかけてくる。うん、とりあえずだからこの試合を見てセリアがレベルが低いっていうふうに思う人は多分いないはずなんだよね。
ラリーガが好きな人とかさ、プレミアばっか、プレミアがラリーガが一番だって言ってる人は、一回この試合見てくんねえかな。全然レベルが低いとは思わ、ジエリンスキーにイエロまあ今のはジエリンスキーがっていうよりも、キム・ミンジがジエリンスキーにね、このフラッテージに疲れてしまっているジエリンスキーにパスを出しちゃったキム・ミンジのせいでもあるかなと思うね。まあでも、まあその状況を作ったフラッテージを褒めた方がいいか。これ誰だ？これバイラミか？バイラミか。バイラミセットプレーのキッカーなんだ。身長高いね、バイラミ。バイラミは何歳なんだ？ちょっとタブレットで調べるか。バイラミ23歳。あれでも179センチなんだ。なんかもうちょっと高いように見えたけど今。身長伸びたのかな？スパレッティは勝ってるけどめちゃくちゃ要求してるね、なんかね。何を言ってるかちょっと俺はイタリア語がわからないからわからんけど。さあ、おしめ。ジエリンスキー。ディロレン。ザンボ、さおしめ、打ってくる。まあ中にエルマスがいたけど、ここ迷わずシュート打つっていう選択がちゃんとできてるのがやっぱストライカーとしてね。なんかブルーロックを俺は見てると、やっぱやって枠取られなくてもまだシュートをボカ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 打つっていう、あの姿勢をやっぱ俺は評価したいなと思うな。ブルーロック見てない人は見てください。クバラ、うまい、落とした。ゾルテアがよく絞ってたね今。
one of next day sees them go to Salento to take on Lecce before Cremonese and the next visitors here. That was a foul by Rouen on Osimhen and a painful one. You can get a knife in the back when you're off your feet. Trissoldi, pennies. Osimhen's going to go for a lot more than Trissoldi if they ever sell it. Elmas takes it. まあ、ルアンは2点目のシーンだったっけ、あそこで弾く、なんか、押し目にぶっ飛ばされたのルアンだったっけ、エルリッチはどっち合わせたけど、まあそういうのがあるから今厳しくいこうって言って、ファールになっちゃったんだろうね。ザンボ、打つかこれ。打ってくるキム・ミンジュー拾ったね、これね。さあ、74分。お、エンドンベルが準備を始める。うん、トルストベットかな今のは、あの金髪は。さあ押し目、キム・ミンジが上がってくぞ。キム・ミンジあんな上がってくんだね、以前のクリバリを見てるようだ。さあまた戻ってくる。キム・ミンジあんま無理しないでほしいんだけどな、CL 前に。おお、キム・ミンジすごいね。
Matteo Cerrichi. What a corner. うん、てかやっぱこの試合見て改めてキム・ミンジェとラフマニのセンターバックコンビちょっと素晴らしいなと思うね。ザンボに変える、エンドンベレ、エンドンベレ確か91番で、ロサーノも入る、ロサーノクバラとかいるか、これでナポリオッケー。サソロの方は、まあでもクバラツエリアのあの前半のゴールがね、だいぶこの試合を動かしたというか楽にしたよね、ナポリをね。バイラミに変えて、誰だこれ、セイデ、セイデって知らんけど俺、セイデ15番、エンリケに変えてトルストベッド、トルストベッド、42番ポジションそのままかな、セイデがねってこう、怖っ、いやー独特だねこの人の持ち方、ロボとかもちょっと読めなかったんじゃないかなこの持ち出し方は。セイデは左利きなのかな、あの打ち方を見ると。おっと、エンドンベレちょっと変なことしなくていいよ、あやばい、おお、キム・ミンジェナイス、サロサロ、おお、Despite the fact that Eintracht Frankfurt are coming up in the Champions League, Osimhen stays on, which makes me think. Now, Zielinski's gone down, holding his ankle. The Napoli bench are really unhappy at the late challenge here. And it's Maxi Lopez with a shove. It's only just been booked. Maxim Lopez のファール。ジエリンスキーね、さっきのロストというか、まあ、キム・ミンジェのパスのせいでもあったけど、あれもあって、なんか、狙いどころだみたいなふうに思われてるのかもしれないね。ま
こういうところだよね、途中から入った選手の難しさは。途中から入って1回で前ことがあると、もうどん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 なんかそこが狙い目だっつって狙われる印象あるからな。さあ82分、うん、今の縦パス入ったオシメンも収められなかったけど、あれあえて後ろにすらして流して自分がガーッと追いかけて、まあ、相手ボールになるけど、そのままその勢いでプレッシャーかけていくっていうのは、あれはいいね、オシメンのあのプレーね。何気なかったけど、めっちゃイタリア語聞こえたけど何言ってるか分かんない。北川さんだったらすぐ分かるんだろうね、今のはね。結構はっきり拾ってたもんね、今の声をね。おい、押し面怪我じゃないだろうな。フランクフルト戦も出るんだよ、あなた。なんかもも裏押さえてんだよな、押し面な。大丈夫か？シメオネとあれはゼルビンだっけ？俺23番、ゼルビンはウィンガーだったっけ？頼むぜ、水曜日おしめ期待してるからね。シメオネが18番、ゼルビンが23番。ゼルビンそのまま右サイドかな。あ、違う、あれか、ロサーノが右に行ってんのかな、これ。ロサーノ右だった気がするね、いつも。んで、サッソーロもフラッテージに変えて、アルバレス。アルバレスもいろいろいるね。ロペスに変えて、オビアング。オビアング14番？こんな感じかな。ゼルビンも若いアタッカーだったと思うけど、この子がどれくらいできるかが気になるね。2、3回俺も途中出場で見たことあるかな、ゼルビンは。スタメンは多分今までないんじゃないかな。ポゼッションが 37%、 サソロ、ナポリ 63%、 うん。おー、オリベラナイス。いや、パスがナイスじゃなかった。そこをちゃんときっちりつなげるようになると、オリベラはさらに
もうワンランク上のサイドバックになれるな。うん、この15番面白い持ち方なんだよな。セイデ、オビヤングからロジェリオ、うん、まあ今のタイミングクロス入れてもいいと思う。おわ、抜いてくるけど、おここはロッサーじゃなくてシミョネか、今の守備打ってくるけど、トルスベッド、おしめは大丈夫なの？まあそこにいるってことは大丈夫か。そうだ、ラスパドーリもまだいる。ラスパドーリ怪我なの？インジュリーって言った今。こいつラスパドーリが怪我なのかどうかはちょっと知りません、俺は。どう？アルバレスってやつそのままインサイドハーフ入ってる、これ。うわ、ロジェリオが来る。おお、ロサーノナイス。このアルバレスってやつ調べようか、そしたら。アルバレス、あ、こいつもウルグアイ人なんだ。21歳、アウグスティン・アルバレス・マルティネス。ペニャロールから来たんだ。かわいいとしときましょう。さあ、追加4分。ゼルビンがもっと見たいから、ゼルビンにボールを回してくれ。いや、ジエリンスキー、まあ、ゼルビンに出せなかったか。ゼルビン、ゼルビン、ゼルビン、いいよ。
トルストベットも若いノルウェー人で、この子もちょっと注目ですね。Before you go, Massimo, how far can Napoli go in the Champions League this season? I know. No, we have to see this match. Not an easy match for Napoli against Eintracht Frankfurt. But if they pass through this round, it depends, you know, from the draw. And we have just to wait and see. But as I said, Napoli is the fourth power team of Europe. They scored 54 until now, and they are just behind three big teams. One of them will go out because, you know, Paris Saint-Germain will play against Bayern Munich. So we have just to wait and see what will happen in the next match. In theory, the Napoli fans should also wait. なんかアルバレスが難しいことをしようとしたけどカットされたね。さあ、ディロレンツォ。ロサーノのクロスにヘッドが合わせてきたけど、シミオネどうだ？いやー、ディロレンツォ最後に見せてきたね。今日はディロレンツォは割と普通のサイドバックの仕事をやってた感じがあるけど、ディロレンツォ、バスカ、ロサーノ行ってる。ロサーノだよね、クロスしたの。いやー、すごいボールだね。まあ、ロジェリオが足も出してない時点で、ちょっとね、もうちょっとあれをせなきゃダメだね、ロジェリオは。そのオフサイドだろうと思って緩めたんかな、あれ、わざと。まあ、だとしてもセルフジャッジは危険だから足出さなきゃいけないと思うけどね、ロジェリオは今のは。あら、オフサイド。ディロレンツォからロサーノに出たタイミングでオフだったのかな？終わった。試合が終わりました。0対2でナポリの勝ち。まあでもやっぱナポリ強えなっていうのは相変わらず思ったし。ただサッソーロもね、前半のうちに1点とか2点取れてた可能性もあったので、そうなってたらどうなってたんだろうねっていうところがあるよね、この試合ね。まあ、最後にちょっとあれを見ようか。ソファースコア見ようか。なんだよこれ。
え、嘘、ソファスコアってこれ出ないの？あと、アンダー20の日本代表のあれも見なきゃいけないんだよ、3月からさ。また忙しくなるぜ、これは。サッソール対ナポリ。まあそうね、ディロレンツ前 6.9 なのはなんとなくわかるわ。そう、やっぱラフマニ良かったんだよね。縦パス最高だな、だったんだよね、フィードが。8.1 は確かに納得かもしれない。グラウンドデュエルが1回しかなかったんだ。まあそうかもね、割と押し込んでたもんね。まあその1回が、ね、1回成功して勝ってるっていう時点で。アキュラシーパスも93本中93本通して 94%。で、ロングボールアキュラシーも13本中8本。素晴らしいね。アキム・ミンジも良かった。エルマスも良かったしね。イエローもらってなってさ。オシメンが意外とあれなんだ。6.9 でゴール決めたけどちょっと低いんだ。てか、この何？病院マークついてるからこれ怪我ってことか。おいおい、大丈夫か？マジで。ゼルビンがさりげ7じゃん。あ、ラスパ通り怪我なんだ。いや、フランクフルト、ちょっと今これ終わってからこれから見ようと思うけど、どうなるだろうね。フランクフルト3倍、ナポリ2倍か、オッズは。まあそうだろうね。ここ基本的に考えたら、押し面が出れないって考えると。ちょっと待って、フランクフルト。ブレーメン戦どうなったの？ああ、ブレーメン戦勝ってるんだ。これから見るっていうのにも結果を見ちゃったよ。鎌田も出た。ゲッツェならコルマになる。まあいいや、もういいや、終わろう。お疲れ様でした。次は、バシャルケとウニオンベルリン。まあ、結果はまた感じの結果だったみたいだけど、まあ、もしかしたらやるかもしれないんで、動画も上げるかもしれません。終わります。お疲れ様でした。バイバイキーン。